よろしくお願いいたします。坂根てるみと言います。この度の作品は姪っ子を描きました。15歳という多感な年頃のいろんなことを覚え始めた心の葛藤だとか反抗期だとかいろんな新しい世界を見つけていこうとしている若いエネルギーをかけたらいいなと思ってこの度描きました。ありがとうございました。はい、鈴木弘樹先生です。お願いします。こんにちは、鈴木弘樹です。今回私は螺旋階段を降りてくる男性をモチーフにして制作いたしました。ところどころにお花のモチーフやいろんな細工を仕込んでいるのでよく見ていただくとわかるかなと思います。そんなミステリアスな作品に仕上げました。ありがとうございました。あ、はい、川島優です。よろしくお願いします。この作品のコンセプトは、スタックドプライヤーといって積み重なる祈り、幸福をこう積み重ねて形にしていく、そういった女性像を描いたものです。これはなんか現代社会において最近やっぱり不穏 なんか話題だったりとか様々なこう不安が世の中をこう取り巻いていると思うんですけど、そういったものに対して少しでもこう自分の中にこうある世の中に対してこう良くなってほしいだったり、マイナスをこうプラスに変えていけるような姿勢というものを、幸福が積み上がっていったことによる一つの見えてくる形というものが、ある種今後の未来をこう変えていく、起爆剤になっていくんじゃないかなと僕は思っていて、そういったものをやっぱり一つ絵画として落とし込んで、僕の絵画としてこういう展示の場を借りてたのを提供できればなと思い、この作品を制作しました。はい、先生お願いいたします。はい、武蔵原雄二です。今回は伊豆のアニマルキングダムで取材したアルパカです。ちょうどコロナ禍の取材となりまして、ちょっとこう人との接点を避けるためにちょっと車中泊で取材に行ってきました。でアルパカはもともと描きたいモチーフだったんですけど、なかなかいるアルパカがいる場所が限られているので、アニマルキングダム自体はホワイトタイガーの取材で行ったんですが、いろいろこう回ってる間にアルパカがいたのでこれはチャンスだと思って、一緒にホワイトタイガーと一緒に取材してきました。この3頭ですが、まだ子供ですね。まだ大人にはなりきれてない子供です。で特にアルパカはモフモフのイメージがあると思うんですけど、僕もこう柔らかい毛並みの動物が好きなので、その毛並みと3頭の柔らかい雰囲気が出せればいいかなと思いまして、色もこうちょっとほんわかしたピンク色でまとめて表現しました。はい、ありがとうございました。はい、岡田真嗣先生です。先生お願いいたします。こんにちは、岡田真嗣でございます。今回の絵はですね、ローマのですね、ナボーナ広場にある噴水をモチーフとして、描きました。基本的にこの大きな時計をこうテーマにしております。時間とを、馬は描けるという意味の偶意なんですが、今回は、ちょっと明るい絵を描いてやろうと思いまして、こういう色調になりました。近くで見ていただくと徹底的にこう描き込んであるんで、どうぞ近くになってまた見ていただければと思います。よろしくお願いします。先生でした。ありがとうございました。はい、鈴木康代先生です。お願いいたします。はい、鈴木康代と申します。よろしくお願いします。こちらの作品は滋賀の、上古城の一本杉っていう杉の方を描かせていただきました。この杉は実は前、だいぶ前に一回描きたいなと思って、なんか何も調べずに行ってしまった時に、なんか自衛隊の方が訓練してる時はちょっと入れない敷地内にある杉で、その時ちょっと描けなかったんですけど、もう一度今回ちゃんと日程をホームページの方で調べさせていただいて、描きに伺わせていただきました。もう本当に杉の林で細い杉がすごくあるところなんですけど、一本だけ唐突にこの子がすごく大きくそびえ立ってて、なんか結構有名なのかスケッチしてると何人か本当に奥の方なんですけどお会いすることができて、やっぱりこのエネルギーをもらえるというか、その現場を見たいと思って来る方ともちょっと挨拶したりとかしながらスケッチできてすごく良かったですね。
なんかちょっと今回はいつもちょっと盛り上げとか吐くとかいろんなことするんですけど、もうちょっと筆で書くっていうことに執着してちょっとやってみたいなと思って、やらせていただきました。ちょっとうまくいったかどうかわからないんですけれども、ちょっと無事入選できてよかったなって思います。ありがとうございました。門島直樹先生です。先生、作品の解説をお願いいたします。大学院の頃から印展出すようになりまして、一番最初石仏から始まって仏像大体10年ずつぐらいやってきたんです。ほんでこのいわゆるお水送りのテーマでやりだして、もうね気がついたら10年でやめようと思ったのに15年ぐらい目に入りましたでちょうどこれはこちらの左画面にはないんですけど、左側に大松明が大駒が書かれてまして、でそれを山伏たちが行者たちがこのお祈りしてるという図なんですけれどね、まあもうちょっと反省はいろいろで、毎回反省ばっかりですけどだんだん体力的に、初め鎌倉殿13人やから13人にするつもりが14人になっちゃって、だけどやっぱり最後まで筆持って絵描けていけたらええなと思ってます。はい、以上でございます。はい、そう、ケイテイさんです。お願いします。はい、そう、テイテイと申します。よろしくお願いします。この絵は温泉のシーンを描いています。白い部分は温泉の中の湯気を、湯気のリズムを表現しています。人と人の、境界線が、接続と融合されています。今、宋先生はどちらで勉強されてるんですか？はい、今は愛知県立芸術大学勉強しています。はいはい、大学院の2年生です。はいはいはい、はい、ありがとうございました。はい、宮地宏先生です。先生、作品の解説をお願いいたします。宮地宏です。よろしくお願いします。今回の作品は、これ東京の神田の、商店街の、夜景なんですけれども、今のこの時期でも、人出がで、にぎわい始めた、夜景で、だんだんと活気が出てきたなという、そういった風景を描きたいなと思って制作しました。ありがとうございます。はい、こんにちは、元地雄介です。こちらの作品はテレビ塔、名古屋のテレビ塔から栄の街を見下ろして描きました。手前の道路から奥の、街にかけて、夜中のきらめきや、人々のざわめき、生活ですね、名古屋の生活の雰囲気が出ればいいなと思って作品にいたしました。金箔を貼って、制作しておりますので、光っている部分が、見る角度によって、金色に変わるのかなというふうに思います。はい、ありがとうございました。どうも、金沢です。よろしくお願いします。今回の作品は女性と夜の浴衣かな、高架下になります。ちょっと今回は湿度を帯びた絵を描きたいと思いまして、ちょっとこう水を全体に垂らしながら雨のちょっと雰囲気を表現いたしました。近くで見ていただけるといいかなと思いますので、ぜひご覧になってください。よろしくお願いいたします。はい、それでは田中博明先生です。先生、解説をお願いいたします。はい、田中です。この作品は長野県の、木那山にある奥須戸花自然園の風景を描いたものです。季節的にはちょうどこれから春になるという季節を、描きました。でまだ雪の多い季節ですので、色を少なく無彩色で表現するということに、できるだけ色味をなくすということでこういう形で描きました。であと上の方はほとんど胡粉と、墨でやっております。はい、手塚です。よろしくお願いします。作品について解説をお願いいたします。はい、これは東山動植物園にいるフクロテナガザルを取材して絵にしました。すごい爽
おじさんみたいな声を出して騒ぐので割と有名なお猿さんなんですけど、なんか一通りアピールし終わったらすごい暇そうに退屈そうに過ごしてて、その姿がなんかギャップが面白いなと思って、ちょっと親近感が湧いて絵にしました。退屈そうな表情だったはい、そうですね、はい、はい、手塚さやか先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあお名前お願いします。はい、柳沢優子です。よろしくお願いします。フォーダンスの、踊ってる風景を描いておりまして、人物が動いてる感じが皆さんに伝わるように工夫しながら完成させました。この辺りはどういった絵の具を使ってたんですか？実は箔貼ってありまして、その箔が貼ったよってあんまりこう分かりすぎないようにするために結構鮮やかな絵の具を上から乗せて、はい、自然な絵に見えるように、はい、工夫してます。この辺りがまだ見えてますね。箔貼った後なんですけど、こういう、うん、ただ箔貼りましたよって見えすぎるとちょっと絵の中で調和が崩れちゃったりするので、それを消しながら、はい、描いていたりします。なんか今回すごく鮮やかな、うん、やっぱりこう躍動感を出すために静かな色っていうよりはこう、うん、生き生きした色を目指して、そういう色使いながらもちゃんと見やすいような作品になるようにっていうのを気をつけながら制作しました。はい、柳沢優子先生でした。ありがとうございました。はい、永田京子さんです。お願いします。お願いします。作品について解説を。はい、これは岡崎市の八丁の交差点というところを描きました。この円形になっている部分がなんか日本でも数箇所しかないという珍しいところらしくて、それで私ここの道を通った時にわすごいなこれと思って、通ってるだけでは気づかないんですけど、立ち止まるとだいぶ円形がすごく面白くて、それを魅力的に感じて制作しました。松下明夫と言います。この絵はニューヨーク、の、マンハッタンの、都心部のビル群です。で、取材しましてですね、基本的に鉛筆と墨、そして、黒箔という銀箔を焼いたものを、使って表現しています。現代版の水墨画というふうなイメージで良いかと思います。細部は作ってまして、実際にはなかったりあったりして構成して白と黒のコントラストで表現しています。極力遠近を殺して、絵画的に、表現しようとしていますけども、さあいかがでしょうか。なかなか毎回苦労して悩みながらやっております。ありがとうございます。日本美術院 EU の大村由香です。よろしくお願いします。今回の展示ではコボルルという、生き物と植物を構成した作品を描きました。生き物たちの佇まいであったり表情、そういったところを見ていただきたいんですけれども、合わせて内側からこうみずみずしく溢れ出す生命力、そういったものも感じていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。